強くしてもらって、ダブルの時ね、集中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 してもらって、ダ
Thank you.
あとね、自分のサブの時ね、しっかり集中してもらって、サブの時、まあ、ミスらないこと。もういい感じになってきてるし、コントロールできてるよ。ここね、クイックが少ないし、なのでやっぱりね、レフト、ライトがまた基本になってきてるし、ワンタッチもたまにね、バグナスとかすごいいいのとか強い時はあるんだけど、なのでね、クイックが少ないって分かった時点で、自分のサブのミスだけをもうちょっと管理してもらって、もちろんだからといってイージなサブが何も始まらないけど、終盤で前ミスの確認してもらったり、いいプレーはできてるよ。プレーは悪くないよ。スタートから行こうね、スタートから。フォローね、サマーに対して打つときのフォローの意識、フォロー忘れずにね。まだ終わってないからね、終わってないよ。何も決まってない。そのうちね、そのうちね、そのうちね、そのサーブ、ここがね、サーブで絶対攻めてくるよ。そのサーブのサーブ、やっぱりサーブにかけるしかない。レッツゴできてるし、トーツ、いいプレー。中盤なのでレフトライトがさらに本数が増えるね。15点しかないよ、5セット目。
Sabono ne misu skari kanri, misu no kanri. Porrada, firme. Porrada. Porrada, firme. Estamos sacando bem. Okay. Ai, flota, flota. A divisa não é o saque que vai fazer a gente ganhar o jogo. Tonikaku, né? Sabono tokini, chuchu shite moratte. Tá no ne. Por acaso, eles estiverem muito na frente. Poxa, né? Ai, te garido shite reba. Sore wa sasuga ni.攻めなきゃいけなくなるかもしれんけど、そうじゃないときはフロータの人は頑張ってもらいたい。サイドアウトしっかり頑張ってもらって、あとブロックディグね、すごくいい関係になっているので、しっかりね、メインなヒットを中心に抑えに行こう。焦らないね、焦らない。Thank you.
それにしても大変な戦いでした。まず今試合を終えて率直なところからお伺いしてよろしいですか。そうですね、あの、なんとか勝てたことがすごく嬉しいんですけど、喜び半分、悔しさ半分、いらたち半分、半分、一聞こえちゃいましたねっていう複雑な感じです。今日、結果で柳田、鶴田が今日離脱していたところに畑選手が入ってくれたんですけど、まあ、それを含めてチームパフォーマンスを上げていかなければいけないというのが今日の試合に臨んだんですが、自分たちのパフォーマンスの不自由さに私は感じています。で、最後に今日たくさんの方がこの熊本ホームゲーム2連勝でした、ご来場いただきまして、それからご視聴の方もたくさんいらっしゃったわけなんですけども、まずは熊本の皆さんにメッセージをください。はい、今日はたくさんのご声援ありがとうございました。先ほど言いましたように、サンバーズは一日一日の試合を大事にしながら、その中で課題を見つけて、少しずつ成長していこうとしているチームです。必ず今年も2連覇という大きな目標に向かって、日々成長しながら戦っていきますので、引き続き応援をよろしくお願いします。本日、フルセットで勝利を抑えました山村光太監督にお話しくれました。本日、ご覧になります。足を待ってください。ありがとうございました。今試合を終えて勝ちました。素直にどんな心境ですか。嬉しいです。今日また5セット目で、先週、まあ、2回負けて、まあ、今日大体スパイクとサーブ打てました。勝って嬉しいです。さて、本日の新井選手のスタッツをご紹介しましょう。アタックポイント25得点もありました。 50% の成功率がありました。チームのポイントリーダーでした。ご自身のこのスタッツどう感じますか。Creo que me salieron las cosas bien, el saque, los ataques. Me falta mejorar un poco como opuesto, pero creo que todo salió bien. ですね、まあ、確かに数字的にそんな悪くはないですけれども、まあ、サブのところでもある程度貢献することはできたと思いますが、やっぱり自分的にはですね、まあ、もっと大藤らしくなりたいという気持ちもありますし、まあ、今後ともですね、さらにいい数字出せるように、まあ、全力を尽くしていきたいと思います。いや、素晴らしい、その責任感と、ね、未来を見る、そんな姿勢なんですが、今日はですね、新井選手サービスエースも3本ありました。明日も頑張ります。明日は絶対復活しました。明日絶対勝つ、いただきました。本日見事 VVG 選手からのジャンボスタイルで表す新井選手でした。おめでとうございます。それでは表現をお願いします。この選手の最後です。林田玲二さん、おめでとうございます。続いて3位試合中と三度未成人の同選者の発表です。お願いします。鶴田玲二さん、おめでとうございます。それでは最後になりますが、皆さんの心を一つに、新井選手、いつもの 1,2,3 番で締めようがありませんか。Ich...
常に有田先生、本日ご来場誠にありがとうございました。